こんにちは、社会人事部長の長谷川充です。ランチや世間の武田陽一先生の日めくりカレンダー19日目。従業員の実力を高めるには規模と業種に合った教材を揃え、教育回数を同業者より10倍多くせよということですね。まあ、社員教育っていうのはですね、まあ、やればやるほどお金がかかる部分もあるんですけども、まあ、やり方によってですね、まあ、費用を抑えながら、教育をですねできるということになります。で、特にですね、やはりおすすめなのは、まあ、日々の仕事を通しながら学べる環境を作っていくということがまず大事です。そして、まあ、ランチェスター経営の武田陽一先生もですね、多くの教材、DVD とか CD 出されておりますけれども、まあ、そういったですね、繰り返し繰り返し学べる教材というものがおすすめです。もちろん外部の研修機関にですね参加するとかっていうのも効果的ではあります。で、ただまあ費用もかさんでいくことと、繰り返し学んでいくってことにおいては、やはり何度も何度も行くっていうのは簡単ではありません。時間的な制約とか金銭的な制約もあると思いますので、まあ、そういう分では比較的安価で取り組みやすい教材なんかを使って繰り返し学んでいくってことをお勧めしたいなと思います。